こんにちは、今日は仕事終わって夕日を見にロペスキャニオンというところに来ています。僕が住んでいるところは LA のバレー地区というところで、ちょうどハリウッドだったのが、ダウンタウンの北側になりますね。見えてるでしょうかね。ここがバレー地区です。少し逆光になっていると思いますけれども、あと風の音がちょっとうるさいですかね。聞こえなかったらごめんなさい。こういうところに住んでます。周りの景色はですね、ちょうどターンしますね。こんな感じですね。まあバレー地区ということで、ね、山に囲まれてるんですけども、ご覧の通り木が一本も生えてないようなところですね。雑草枯れ果てて茶色い山ばっかりですけど、あとこっちの方にちょっと見えますかね。向こう側の方に少し緑色の木があると思いますけども、あそこはセミタリーでお墓です。お墓の前で遅いランチを取ろうとしています。あと反対側こんな感じかな。ここにちょっと大きな山があって風景遮ってますけども、後ろはこんな感じですね。そして。今日は今お湯を沸かしてコーヒーを飲もうとしていますけどもね。で今日はこれはガーリックトーストを作ろうと思ってるんで、ガーリックが表面に塗ってあるやつですね。これね、ガーリックバター、あと、フライドチキン持ってきてます。でまあ身近な、景色というとこういう感じですね。山というよりも昼ですね。そんでここはハイキングだとかですね、夕方散歩に来たり朝散歩に来たりする人がいると思うんですけど、今幸運にも誰もいないですね。で乗馬もできるんですね。馬を持ってる人は多分馬連れてきて馬に乗るんでしょうね、この辺ね。でそんでぐるっと回ってここの山道ありますね。これをどんどん上がっていきますね。でこのちょっとした小高い山の上に上がっていくと、そういうルートになっていますね。こっちの山の方はね、方向とすれば東の方になるのかな。でパサデナというようなところ、という町ですねに続いています。パサデナは学生のフットボールで有名なローズボールというスタジアムがありますけども、そっちの方ですね、方角としては。で今向けてる方がダウンタウン方面、山で見えませんけど、あとこっち側この方向がハリウッドですね。でユニバーサルスタジオがバレーにあって、私の家はその近くということですね。でお湯が沸いたようなので、ちょっとこれからコーヒー入れます。風が強くて聞こえなかったら本当申し訳ないですね。ちょっと入れますかね。こんな感じかな。もうちょっとかな。逆光で何も見えないかもしれないですけどね。今日はね、暖かいんですよ。30度、31、2度あんのかな。結構さっきまで暑かったですけどね。今風が吹いてて気持ちいいですね。いつもこの時期はね、昨日おとといあたりかな、サンタアナウィンドって言って季節風ですけどもね、すごい強い風が吹いたんですよ。
結構倒木したりとか木の枝が折れちゃったりとかねして道路塞いで、あとなんか車の上に落ちちゃってね、たまたまそこに人が乗ってたらしいんですけども、まあね、悲惨なことで亡くなった方がいましたね。ああ、気持ちいいな。今何時だ？ 4 時過ぎ？ 4 時半ぐらいかな。サンセットまでちょっと時間ありますね。まあ、その間ちょっとご飯でも食べようかなと思います。ガーリックトーストはこれは焼かなきゃいけないな。さて、どのように焼いたらいいか。お、そういえば今日あれだな、ドジャースの決勝戦ですね。まあ最近っていうか、もう随分ですけども、あんまり野球だとかスポーツとか追いかけてないんで、LA ドジャースがね、いい線まで行ってたと、ファイナルまで残ったっていうことを知らずに 周りが騒いでたんで、おお、そうかと。去年もね、ワールドシリーズまで残って負けちゃいましたね。まあ、今年はどうか。結構なんかいいみたいな。相手チームもね、なかなかいいチームらしいんで。ただ今日、3-3かな？だから今日が決勝だから、さあ、どっちが勝つんでしょう。フィラデルフィアだったかな？なんか向こうの方に行ってるとかっていうことですね。アウェイですね。敵地に乗り込んで、まあその分若干影響するのかな、やっぱりな。去年はね、残念なことに負けちゃったんでね、まああんまり追いかけてないとはいえ 地元なんでね、勝てるチャンスがあるんであれば勝ってほしいですよね。でも随分前の話ですけどね、野茂がいたあたりとかはね、結構、ドジャースタジアムに行ってね、観戦したりとかもしたんですけども、最近はもう全然あれですね。ああ、それとあれか、エンジェルスの時ですね、ちょうどイチローと松井かなんかいた時も、本当、それも随分前ですけど、に、まあ、対戦するということで。見に行ったことがありますね。まあ、それも友達のお誘いでしたけど、最近はもうあんまり自分から進んでそういうのに行くということはないですね。スポーツ好きの人だったらな、結構ね、バスケットボールだとか、フットボールだとか、野球だとか、まあ、いろんなスポーツがありますからね、結構、LA は楽しめると思いますけどね。なんかね、離れた理由はね、あれなんですよね、あまり経済的な、商業的な傾向が強くなってきてしまってね、なんかね、魅力がなくなっちゃったんですね。ね、みんな結果を残さなきゃいけないからね、その分ね、契約金がもう何百億ももらっちゃうわけで。ね、ちょっともらいすぎだなという感じはしないでもないですけどもね。まあそれがでもね、球団なんかもペイできるんだから大したもんですよね。すごいですよね。まあほとんどね グッズだとか、まあスタジアム入場料だとか、まあいろんな、ね、収入があるでしょうからね、まあ、選手に何百億と払ってもね、大丈夫なんでしょうけど。
ですね、多分聞こえないですね。さて、コーヒーも落ちたようですね。住んでるところ